第18話、董卓を守った最強のボディーガード呂布。三国志演技の董卓の横暴ぶりに一層の憎たらしさを加えているのは、無敵の武力を持つ呂布の存在でしょう。さて、この呂布、董卓とはどのような関係なのでしょうか。そしてどのような経緯で董卓のボディーガードをするようになったのでしょう。董卓と呂布の出会い。董卓と呂布の出会いは西暦189年まで遡ります。その頃、五冠の皇帝霊帝が死去。その後の皇位継承者をめぐって霊帝の妃、夏侯豪の兄である外戚家臣と、霊帝のお気に入りである宦官の勢力である中将寺が対立していました。家臣は自分の妹である夏侯豪が産んだ劉弁を強引に皇位につけ、さらに自分に反対し邪魔になる宦官を根絶やしにするために、軍閥の提言に兵力を率いさせ洛陽に呼び寄せます。この提言を養父としていたのが呂布で、この頃は提言のボディーガードをしていました。中将寺、家臣を暗殺、袁紹ぶち切れる。しかしこの圧力を嫌った中将寺は家臣を暗殺することを計画し実行してしまいます。死んだ家臣の配下である袁紹は逆上して弔い合戦で中将寺を皆殺しにすると同時に宦官2000名を殺戮しました。漢王朝が大混乱に陥る中で権力の空白を縫い洛陽に入ったのが軍閥である董卓でした。董卓、朝廷を手に入れる。董卓は軍事力と自身が保護した朝廷の意向を背景に独断専行の政治をしようとしますが、これに真っ向から反対したのが同じ軍閥である武人の提言でした。董卓、貴様はどんな権限があって勝手なことをしているのだ。董卓は逆上して剣を抜こうとしますが、提言の背後の呂布が身構えたのを見てとっさに刀を収めて怒りを押し殺します。個人としての武芸も相当にある董卓は、呂布の力が自分を上回ることを見抜き、ここで暴れるのは得策ではないと考えたのです。そこで配下の参謀の李寿に呂布について調べさせると、呂布は義理には薄く忠誠心にも欠けることが判明します。呂布にプレゼントを贈る董卓。董卓は呂布の陣営に使いを送り、金銭と名馬関鳥羽をプレゼントしてこのように囁きます。将軍の武勇はここ無双です。それが提言のごとき田舎の将に仕え、用心棒のようなつまらない仕事に甘んじている。それはまことにもったいないことではありますまいか。ここで提言を打ち、将軍が本来得るべき地位を得られるよう願います。富と野心と名声欲に疲れた呂布は即座に提言を切り、その配下の兵と共に董卓に帰順。董卓は新たな兵力と呂布という無敵のボディーガードを得るに至ります。さて、呂布は提言との間でも養父と養子の間柄でしたが、董卓もそれに倣ったのか、呂布と父子の関係を結んで扱いました。呂布が非常に裏切りやすい性格なのを見越して、できる限り自分に近い立場に呂布を置きたかったのかもしれません。呂布、また裏切る。呂布はそれ以来常に董卓の周辺にいて、袁紹を盟主とする反董卓連合軍を破るなど数々の手柄を立てます。しかし生来の裏切り癖は治りませんでした。
三国志演義では呂布は王院の計略で美女朝鮮を取り合い董卓を殺害したことになっています。また正史三国志では董卓政権で使徒を務めた王院が呂布が些細な罪で董卓に檄を投げつけられたことを恨んでいること、あるいは呂布が董卓の次女と貫通している証拠をつかむなどして呂布を脅迫し董卓暗殺計画に引き込んでいきます。暗殺には成功し呂布は王院と共に束の間漢の天下を回復させますが、董卓の配下の李鶴と郭氏が処罰を恐れて洛陽に攻め上ると敗北し、王院は殺され、呂布は洛陽を落ち延びていきます。呂布の流浪が始まる。その後の呂布は流浪し、袁紹、張漠、曹操、劉備というような諸侯の下で居候をしていますが、うぬぼれが強くて上昇志向が強い呂布はどんな待遇を受けても満足できずに裏切りを繰り返して、最後には曹操の手によって処刑されるのです。最初に我欲に負けて妖婦と慕った提言を切り殺した時から呂布の運命は定まっていたのかもしれません。